小林春彦は、日本の講演家、作家、コラムニスト、男性モデル。愛称は、春彦さん。兵庫県神戸市出身。三田学園中学校、高等学校卒業。血液型は、A 型。障害のある、児童生徒、学生の進学、就労支援プロジェクト DIT ジャパン2007年度、スカラーリーダー。芸能プロダクション、CO。 CO ライフタレント事業部第一期専属タレントを経てフリー。物心ついた頃から成人まで、父は日中会社勤務、家の中は姉、妹、母という環境で育つ。18歳の時に脳梗塞で倒れ、身体機能と脳機能に重複した障害を抱える。3年間の闘病で半身不遂など一部の身体障害を克服したが、 その後、工事能機能障害と診断された。東京大学先端科学技術研究センターによる障害や病気のある小中高校生、大学生の進学と就労への移行支援を通じ将来の社会のリーダーを育成するプロジェクト Do IT Japan の第一期生として参加。後に実現する発達障害や工事能機能、障害など、脳機能の障害を根拠とした、 試験の特別措置を目指し尽力した。28歳の時に、自身の18年間の健常だった時代と、中途障害者となってからの10年間の体験をまとめ、書き上げた、著書、18歳のビッグバン見えない障害を抱えて、生きるということを出版。作家デビューする。商業出版であり、小林はこの書籍の初版完売を目標に掲げ、期間限定の全国案件を決める。 メディアなどで取り上げられ、また発売から1年で増刷が決まった。この重版半後に、全国の小学校、中学校、高等学校、専門学校、大学をはじめとする教育機関、NPO や企業において3年のうちに100回を超す、講義、講演、トークイベントに出演した。2016年度の朝日、新聞構成文化事業団による東京と大阪2カ所で、 開催された事業、工事の機能障害を生きるで講師を務めた。書籍の出版以降、全国で見えない障害や、生きづらさを抱える健常者に向けての障害の有無を、問わない啓発活動を行っている。2019年11月11日から同年12月20日に、かけ、日本初のクラウドファンディングサービスを提供している、レディフォー株式会社が運営する。 レディフォーから単独企画として、クラウドファンディングで資金調達を呼びかけた。企画の趣旨は、2020年の東京オリンピックパラリンピックの後に渡米し、先端技術や新しい価値観を日本に持ち込むための充電機関に入るため一時的に講演家としての活動を打ち切るにあたり、予算の都合で、それまで訪れることが難しかった全47都道府県、 遠隔地や離島を優先した講演会を開催するための資金使途にするというもの。当初の募集を100万円としたが、プロジェクト開始1週間で目標額を達成。最終期日には支援者256人、調達支援総額が221万4500円に達した目標達成率は221.45%。不倫について、そもそも不倫そのものが、 個人的にとても嫌い。絶対に自分は不実な行為はしない。しかし一方でそれは人に強制するものではないとも思うとした上で、乙武広忠が妻子ある立場で5人の愛人と不倫をしていたことに言及し、障害を不倫の隠れ身のにすることへの強い嫌悪感を示した。中学受験で当時は男子校だった三田学園中等部に入学。中学、 高校時代から吹奏楽部に所属する。入部当初はサックスを希望していたが、サックス志願者の競争率が高かったことと、繊細な性格であったために顧問と先輩の強い、説得でバスクラリネットを担当する。その後、リーダーを務めた三田学園吹奏楽部クラリネット50奏が、全日本吹奏楽連盟と、朝日新聞社が主催する。 第25回全日本アンサンブルコンテストの予選大会である西阪神地区、兵庫県地区、関西地区の各ブロックの代表に選抜され、全日本大会では銀賞を受賞する。受賞曲は、バッハー作曲、イタリア競争曲。同校の吹奏楽部で、中学、高校と同じクラリネットパートに所属していた3、学年上の先輩にテレビ朝日系曲列の、 アナウンサー内田智之がいた。おちゃらけたキャラクターで部のムードメーカー。その一方、やると決めたらとことん練習する努力家と放送局のブログで述べている。講演会や福祉関係の研修会では自身の過ごした見たという地域に愛着があることをアピールしている。また、資料や公開イベント等における自分の名前が加藤春彦に知名度負けし、 春彦が正しいところ、春彦と誤字になっていることが多い。例年、明けに、小林の出身校である、三田学園の創立者、小寺健吉を記念し設立された、大講堂小寺ホールでは、課外授業の一環として、小林による在校生向け講演会が開催されている。障害者や、社会的少数派に対する偏見を減らす目的の、イベント、 ヒューマンライブラリーに2008年から2016年までに全国最多の出演をしている。外見から見えない困難を抱える当事者で身体機能と脳機能の中途重複障害者という立場を取ることが多い。小林は活動の発起人の一人であるロニー・アイバーグが運営するデンマークのヒューマンライブラリー本部ヒューマンライブラリー ORG にも動画でコメントを寄せ、 この活動が実際の執筆のきっかけとなっていることや、カンファレンス、企業、教育機関など様々な場所に出演してきて、運営からも、読者からも他の本からも、自分が普段どのように見られており、どう言葉に落とし込めば、相互理解に至るのかといったことを様々な角度から考えさせていただいたと感じていると述べている。身体機能と脳機能に重複した障害を抱え、 大学入試センター試験に5回挑戦したが、文字を読むのに、ハンディがあり希望した配慮が受けられず受験を断念している。入試では、論理的に考える力や発想力を問うてほしい。目で字を認識できなければ、耳から情報を与えるなど、いろいろな試験の仕方があるべきだと訴えた。2015年時点において、発達障害は、先天性の脳機能障害、高事脳機能障害は、 後天性の脳機能障害、認知症は、進行や悪化の認められる脳機能障害とされている。日本では2005年4月に発達障害者支援法が施行され、世間的には、発達障害という言葉が広く知られるようになった。一方で、工事脳機能障害は当時普及しておらず、自身が2005年春に脳卒中に倒れ工事脳機能障害となった時期と、 重なったことから自分とは何者かを人に説明することに困窮した青年期を送った。こうした見えない障害という類似性から若年者から高齢者まで脳機能の障害や社会的マイノリティの存在に関心を寄せている。Do ITE Japan の活動においては初年度から参加しており2010年度 Do ITE リーダー海外研修に論文審査で選抜されと米 ワシントン州のシアトルで、ワシントン大学、サンディエゴで、米国マイクロソフト本社をそれぞれ訪れている。現地の高等教育における ICT の活用を現場で視察し、次世代に向けたテクノロジーなどを体験。また、アメリカにおける法制度についても学んでいる。この滞在時のことは、レポートにしてまとめられた。小林は18歳から元健常者。 中途障害者として外見からは見えない障害を抱えて生き始めた障害者と健常者の中でもボーダー、障害者というカテゴライズにおいてもグレーゾーンを生きている。こうした立場から障害者の感動をポルノを強く批判する声について、社会にはここにもあそこにも困難を抱えている人はいる。困難は潜んでいるということを伝えたい。知ってほしいが、ゆえの、 叫びも混じっている。目に見えないところにも、たくさんの困難が散りばめられている社会。それなのに、わかりやすいハンディのある人だけが特別なステージを与えられ、スポットを浴びている。それが気に入らないということに、自身の身体状況と、追い立ちから一定の理解があると述べている。18歳の健常時から敬語会にわたって、センター試験を受験し、 中途障害を抱える身となってからは、脳機能障害を根拠とした教育の支援の必要性をメディアや教育学会やシンポジウムなどで主張した。学習障害を専門とする一般社団法人日本 LD 学会の理事長で大学入試センター特任教授の上野和彦は、自身のブログ、和ズ先生のエドゥブログにおいて大学入試センターに 特任教授として務め始め、小林が脳機能障害に対する特別措置を具体的に考えるきっかけとなった最初のケースであったこと、東京大学先端科学技術研究センターの教授であった中村健究のもとで詳細なデータを添えて申請してきたことを評価し、センター内でのかなりハードな議論の末に、日本で最初の脳機能障害による措置を認めた、と述べた。 小林の事例を前例として、大学入試センター試験では、翌年の2011年から障害者が特別措置を受けられる対象者の中に、脳機能障害者も含まれ、どのような配慮を認めるかについては個別のやり取りを行うと試験要項に記述したことが、東京大学で行われた Do It Japan 2010のクロージングセレモニー前のシンポジウムで、ユーストリーム中継を通して発表された。 障害者の特別措置に関し、多くの私立大学や国公立大学の二次試験では、大学入試センターの措置に準ずるとしていたため、他の試験現場でも、脳機能障害を抱えた者への配慮が認められるようになった。また、初等教育や中等教育において、大学入試で認可されていない配慮は、学生の将来を考慮した場合に不適切としていたが、 ICT の利用などを教育の現場で検討する動きが広まった。その後も小林の事例が上野自身の障害理解の原点でもあったことをブログで述べたり、君がこうした人たちの道を切り開くきっかけになったと直接話すなどシンポジウムなどを通じ交流が続いている。また全国障害学生支援センター代表の都農家、翼は 障害者差別解消法の施行に伴い、大学入試が変わっていく中で歴史に名を残したと語っている。18歳の時に生死を分かつ大病に倒れ、見えない障害を抱えて生きることになった著者が社会とのつながりを見出していくまでの幼少期からの追い立ちと、自身が体験した幼少期の阪神淡路大震災、思春期の JR 福知山線脱線事故、単身状況後における、 青年期の東日本大震災など社会的な出来事を独自の視点で描いた青春のノンフィクション。ストーリー性を保ちながらマイノリティとマジョリティのボーダーにいる立場から人間や社会に対して哲学的な考察が著述されている。2008年日本に上陸したヒューマンライブリーという試みを異文化間教育学会で開催してみたいという声を受け、マザ大学、 つぼいゼミの学生がゼミ活動を通じて開催した体験に基づき開催ノウハウを解説した入門書。生きにくさを抱えた人たちとの交流による新たな気づき多様性への寛容な心を育てる効果などについて報告されている。小林は駒沢大学の他に明治大学、独協大学など数多くの大学祭やゼミの取り組みで ヒューマンライブラリーや講演に出演しており、特に本書では学生たちとのインタビューを重ね、自らの老いたちから社会的少数派との接点、自分たちは多数派にいると思い込んでいる学生たちへの助言、ヒューマンライブラリーがもたらす効果などについての試験を語っている。20代前半からファッション誌のメンズモデルをはじめ、日本マイクロソフト社のイメージ CM や、 株式会社シップスなどのファッションモデルに起用されるなど、モデルとしての活動をしていた。外見から障害を抱えていることが分からなかったため、障害を隠して登場することもあった。渋谷ヒカリエで開催されたシップスと、マナオラナ協賛による、ボーンラブ主催シンポジウム、つは、文化とファッションをまとうでは、デザイナー、広田久子プロデュースのファッションモデルとして、 重複視点2018の会場メインステージに登壇。六本木ヒルズ最大規模のホールであるハリウッドビューティープラザ内のハリウッドホールで行われた一般社団法人のオフェス実行委員会主催のファッションショーに自己表現審査によるオーディションで選抜された後、ファッションモデル宮崎 K によるウォーキング指導を発表当日まで受けて出演するなど生舞台にも出演している。アルバム センチメンツ AT19 ありがとうございます。